全然動画撮ってなかった。とりあえず買い物しに行きます。後ろには DDP あるけど見えるかな。見えるか見えないね。ちょうどえ聞くんだ。うわ涼しい。この時間だとちょっと屋台もあります。わ雨がやばい。こんな感じ。あれめっちゃ濡れる。さっきザーザーで雨宿りしたんですけど、うわめっちゃ濡れるな。こっち DDP なんか韓国のドラマとかでも使われてるとこ。あやっぱり早く行かないとカフェに。ここ一番最初に友達と韓国来た時にお腹空いて買った屋台のお店、さっきの店員のお兄さんが DDP の2階スタバがあるよって教えてくれたんで行きます。雨だ。あっという間にもう全然動画も撮ってないのに韓国生活が終わりそうです。ごめんなさい。スーパースーパーの あった。ルータのスタバに行こう。スタバ韓国のスタバどうだろう。行ってみます。はい、今から韓国のなんだろう、チェカのフードコート行きたいと思います。フードコート、うん、フードコートフードコート行ってきます。なんか期待してたのがフードコート。フードコートそうですよね。アッパーコンタン、そう、なんかあれでした。こういうフードコートだったんだ。なんかデパ地下のあれを想像してたんだけど全然違った。普通にフードコートでした。カフェに行こう。こんな感じ。人いっぱいいるけどさすがブータめっちゃ綺麗。はい、こんな感じでした。想像してたのと違った。ショック。もうそうだよね。なんか降りた瞬間お店めっちゃあったから、あれフードコートはって思ったけど奥にありました。買い物してカフェでゆっくりして友達とご飯食べてきます。なんかもう毎日友達と飲んでたんで全然動画撮れなくてやばい。はい、でも韓国楽しんでます。あ、簡単か抜き。わー、タンバンだ。
Thank you.
雨が降ってたから全然やってない。雨が降るとやめる。もう、ここしかない。